おやすみなさい。遅いなあ、ステルクさん。ひょっとして私、来る日間違えちゃった？すまない、遅くなった。申し訳ない。王国祭の準備でいろいろ手間取っていてな。まったく、なぜ私が町の飾り付けにまで呼び出されねばいかんのだ。そうですね。いや、君には関係ないことだったら忘れてくれ。時間がないので早速だが、今回の評価を伝える。どうやら無事依頼をこなしてくれたようだな。城の者たちも君と同じくらい働いてくれればこんなに苦労せず済むもの。それだけなら私も今年は大まで。ステルクさん、すまない。どうも平常心を失っているようだな。よし、もう大丈夫だ。では次の依頼の内容を伝える。土地を肥沃にするための栄養剤。ああ、すまないが時間がないので詳しい説明は省かせてもらう。はい、王国祭の間くらいは君も仕事を忘れて楽しんでほしい。そのためにございます。わあ、すごい人。そっか、もうお祭り始まってるんだ。どうしよう、ちょっと見ていこうかな。よし、見ていこっと。せっかく一年に一度のお祭りだもんね。ロロノちゃん、こっちよこっち。あ、エスティさん。エスティさんもお祭りの見学ですか？私はお仕事よ。ロロノちゃんは楽しんでる？楽しんでるわよね。あー、もう本当羨ましいわね、まったく。冗談よ、ちょっと八つ当たりしただけ。そうだ、ここで私に捕まったのも何かの縁だし、ロロナちゃんも参加していきなさいよ。参加？何かイベントでもやってるんですか？そうよ、今年のメインイベント、その名もキャベツ祭り。は？キャベツ祭り？というわけで、はい、一名様ご案内。ね、それではこれよりキャベツ祭りのルールを説明します。結局参加することになっちゃった。ほらそこ、ちゃんと聞いてないと分かんなくなっちゃうわよ。わかりましたね。質問その他諸々は一切受け付けません。時間も押してるので、王国祭メインイベント。もうスタート。さないで。頭がほらほらする。
けど、結構面白かったかも。ロロナ、やっと見つけた。あ、クーちゃん。どこにいたのよ、ずっと探してたのに。してたっていうか、させられてたっていうか。よくやるわね、あんなくだらないこと。で、どうだったのよ、結果は。それはこれから。お待たせしました、いよいよ優勝者の発表です。あ、始まるみたい。栄えある第1回キャベツ祭りの優勝者は、美少女錬金術師のロロロちゃんです。はい、みんな拍手。あ、え、私って美少女って何？すごいじゃない、ロロナ。普段はどんくさいくせに、やるときはやるのね。何かの間違いじゃないかな。私が優勝なんて絶対おかしいって。うだうだ言ってないで、とっとと行ってきなさい。ほら、みんながお待ちかねよ。うわぁ、押さないで。おぉ、やっと出てきたわね。うわ、ごめんなさい。私なんかが優勝しちゃって。なんで謝るの。ほら、ちゃんとして、胸を張って。よろしい。さて、ロロナちゃんには優勝商品としてメルクリウスの瞳が贈られます。さらに副賞として、なんと名誉あるキャベツ娘の称号が授与されます。おめでとう。ありがとう。え、キャベツ娘。はい、皆さん、キャベツ娘に今一度盛大な拍手を。いいぞ、キャベツ娘。キャベツ娘かわいい。よ、キャベツ娘世界一。キャベツ娘、結婚してくれ。確かに恥ずかしいわね。よっ、キャベツ娘。やめてよ、クーちゃんまで。うわ、もうこれくらいでいじけないの。さて、まだ時間はあるし、二人でいろいろ見て回りましょう。うん、なんか周りからの視線がちょっと痛い気が。みんなすぐ飽きるわよ。ほら、早く早く。された時にはどうなるかと思ったけど、なんとかここまで。ダメダメ、終わった気になるのは早いって。まだ2年も残ってるんだから。よし、気合を入れ直して次の依頼を始めよう。頑張るぞ。Thank you.
そうか、もう一年経つのか。早いものだな。もしこのまま最後までやり遂げるようなら、その時は、いや、先のことはその時考えるとするか。もうしばらく弟子の成長を見守る師匠の気分を味わうのも悪くはないしな。おい、そこの騎士、